これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4-1、トレサーズ自陣11ヤードからセカンドダウン11。QB サーク、クォーターバック19番ダイブフェイからパスを投じようとしましたが、これを磯野が QB サーク、大きくロス。プレーナンバー4-2、トライサーズ自陣4ヤードからサーダウン18。ここでホイッスル。トライサーズ後半1回目のタイムアウトを取りました。トライスターズ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-2、トライスターズ自陣4ヤードからサーダウン18。中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードバッタイシーサーダウンやり直しです。プレーナンバー4-3、トレサーズサーダウン13。パス不成功。クォーターバック19番ドロップバックからパスを投じようとしましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てました。プレーナンバー4-4、トライスターズフォースダウン9。
パンタフォーメーションを選択します。パンター8番セーフティートラスターズ、ここでパントフォーメーションのパントを試みましたが、スナップが乱れボールがエンドゾーンを越えました。自陣でのボールデッドということになり、自陣得点ゾーンでのボールデッドとなりますので自殺点となります。セーフティ、したがって磯野に2点が入ります。磯野29点、トラスターズ0点。プレーナンバー4の5、トライスターズキックオフ。先ほど自殺点を献上したトライスターズのキックオフで試合再開となります。キッカー8番、磯野のリターン。リターンは18番、ハーフウェイ付近でボールデッド。ここから磯野の攻撃と変わります。プレーナンバー4の6、磯野相手陣49ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、ドロープレー。キャリア23番、約8ヤードのゲイン。プレーナンバー47、磯野セカンドダウン2、ボールオン相手陣42ヤード。QB サーク。クォーターバック19番パスを登場しましたが、これをトライスターズ飛びかかるように53番 QB サーク。プレーナンバー48、磯野相手陣49ヤードからサードダウン点。磯野ファーストダウン。ランニバック23番再びハンドオフ、ドロープレーにより左オフタックル駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-9、磯野相手陣36ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック19番、パスを投じようとしましたがプレッシャーからパスを投げ捨てました。セカンドダウンと変わります。
プレーナンバー4の10磯野セカンダウンテンボールオン相手陣36ヤード インターセプト。クォーターバック19番再びパス。しかしこのパスを取ったのはトライサーズ27番攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4の11トライサーズファーストダウンテンボールオン自陣26ヤードパス不成功。クォーターバック19番右スプリントアウトからパスを投じましたがこのパスは磯野6番がパスカット。プレーナンバー4の12トライスターズセカンダウンテンボールオン自陣26ヤードパス不成功。クォーターバック19番ワイドレシーバー34番へのパスでしたがコントロールミス。サードダウンに変わります。プレーナンバー4の13トライサーズサードダウン10ボールオン自陣26ヤードインターセプト。クォーターバック19番再び右スプリントアウトからのパス。しかしこのロングパスを取ったのは磯野6番攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4の14磯野ファーストダウンテンボールオン相手陣36ヤードエダナンプレーキャリア25番。しかしこれはカバーされノーゲイン。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー4の5、磯の相手陣36ヤードからセカンド運転。パス不成功。クォーターバック19番ワイドレシーバー18番のパスでしたが、このパスは通らずサードダウンと変わります。プレーナンバー4の16、磯の相手陣36ヤードからサードダウン10。ランニバック25番ドロープリによる中央突破を図りましたが、これはカバーされており、ゲインは1ヤード、フォースダウンに変わります。プレーナンバー4の17、磯のフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。パンター18番このパントはトライスターズ陣15ヤード近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4の18、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣10ヤード。試合時間残り3分54秒。19番ドロップバックからパスを投じようとしましたが、このプレッシャー、磯のプレッシャーにより76番がこのボールを強奪。そのまま76番エンドゾーンに駆け込みタッチダウン。磯の6点獲得。プレーナンバー4の19、磯のトライ4ポイント。キックによる1点を狙います。キッカー75番。このキックは失敗、6点止まり。磯のスーパースターズ35点、トライスターズ0点。プレーナンバー4の20、磯のキックオフ。先ほど得点を挙げた磯のキックオフで試合再開です。キッカー75番。ショートキック、トライスターズリターン。トライスターズ陣35ヤード近でボールデッド。
レーナンバー 4-21 トライサーズファーストアンテン、ボールオン、自陣36ヤード、試合時間残り3分31秒。パス不成功。クォーターバック19番、ドロップバックからワイドレシーバー、88枚のパスでしたがパス不成功、セカンダウンに変わります。プレーナンバー 4-22 トライスターズ、自陣36ヤードからセカンダウン点、試合時間残り3分25秒。中央へのランプレー、キャリア21番、しかしこれも読まれており、ノーゲイン、サーダウンになります。プレーナンバー 4-23 トライスターズ、自陣36ヤードからサーダウン点、試合時間残り3分を切りました。ナイスラン、ファースター、クォーターバック19番、パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクラム、しかし中央突破しファーストダウン獲得です。プレーナンバー 4-24 トライスターズファーストダウン点、ボールオン自陣48ヤード、QB サーク。クォーターバック19番、パスを投じようとしましたがプレッシャーから QB サーク。 QB サークは磯野76番。プレーナンバー 4-25トライスターズセカンダウン19、ボールオンは自陣39ヤード、試合時間まもなく残り1分20秒を切ります。QB サーク。クォーターバック19番、プレッシャー見ながらパスを投じようとしましたがこれを磯野の47番が QB サーク。ここでホイッスル。トライサーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。トライスターズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-26 トライスターズ自陣34ヤードからサーダウン24、試合時間残り1分。
パス不成功。クォーターバック19番ロングパス、しかしこのパスはプレッシャーからショート、パス不成功、フォースダウンとなります。プレーナンバー4-27、トライサーズフォースダウン24、プレーを選択します。ギャンブル。試合時間残り53秒、ボールオン自陣34ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたダウンプレー、しかしファーストダウン獲得には至っておりません。キャリア21番、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー4-28、磯野、相手陣39ヤードからファーストダウン10。試合時間残り45秒、中央へのランプレー、キャリア23番、ゲインは約4ヤード。ここでホイッスル。トライサーズ後半3回目のタイムアウトを取りました。トライサーズこれでタイムアウトはなくなりました。トライサーズ後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-29、磯野、相手陣35ヤードからセカンドダウン6。トライサーズナイスディフェンス。ランニングバック23番、ハンドオフから中央トップを測りましたが、これはトライサーズがチャージし約2ヤードロス。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、磯野スーパースターズ35点、トライサーズ0点、磯野スーパースターズの勝利となりました。